西忠は、和歌山県の政治家、郷土史や、和歌山県東室郡与村の村長、本宮町町議会議員を務めた。政治家の職を退いた後、熊野99王寺の調査に従事した。西は1909年8月20日、和歌山県東室郡与村に生まれた。新宮中学校を中退した後、家業の林業に一時従事したが、陸軍に入隊し、郷里を出た。第二次大戦中は満州で軍役に就いたが、敗戦とともにソ連に抑留され、1949年に帰国した。帰国後、1949年から与村の村長に就任し、水害にあった村の復旧など、政治家としての手腕を振るったが、1951年に与村他いくつかの町村が合併して、本宮町が成立する際の町長選で落選した。その後、本宮町議会議員を務める一方、町長選に3度、県議選に2度挑んだが、いずれも落選に終わった。1971年の町長選に落選した後、西は熊野99王寺の調査を始めた。町議会議員時代から公民館法に郷土史の記事を掲載していたが、町内の99王子市が移設される出来事などがあり、調査の必要を感じていたという。同年6月から行われた調査の成果は、手書き狩り番釣りの鹿版、熊野99王子現状調査録として、11月に刊行され、和歌山県立図書館に収蔵された。1983年4月30日、72歳で他界した。その後、新宮市編纂の過程で、熊野99王子現状調査録の再刊が企画され、熊野古道道しるべ熊野99王子現状調査録として1987年に活字本として再刊された。99王子とは、熊野三山への参詣道である、熊野三詣道に沿って設けられた多数の神社の総称である。平安時代末期から、鎌倉時代初にかけての熊野参りの成功にあって、先達を務めた修験者により、昭和、路傍の雑多な僧師から大和、鎮守者に至るまで、様々な神社が99王寺に組み込まれたが、時代が下るにつれて忘れられ、江戸時代における寺社参詣の物見遊散化や、明治政府による修験道廃止令や神社合祀といった宗教政策、加えて道路整備により、古道が生活道としても顧みられなくなったことにより忘れ去られていった。西は1971年6月から11月までかけて大阪市内から那智山まで 200km 余りをすべて徒歩で通査し、96カ所の王子を調査した。調査録に記されたように、下準備として多数の文献を調査したが、中でも基礎資料として重視したのは、和歌山県成績と、中村博、熊野99王子市調査報告の2点であった。調査にあたって、西はカメラを持ち歩かず、手書きによるスケッチのみによって、記録を残した。岩上王子日西による99王子調査の中で、最大の功績は、岩上王子の再発見である。岩上王子は、寛政年間には、衰退が始まり、19世紀中頃には、祠も印もない状態であったと伝えられ、明治時代には熊瀬川王子と共に、湯川王子に合祀され、湯川王子も1908年に、紺野神社に合祀された。岩上王子の祀られていた、岩上峠を通る旧道は、県路として知られていたが、新道の建設や、岩上峠6の道湯川村が、無住になると、山中にうずもれて忘れられていた。西は、和歌山県成績や芝口常楠、中記と熊野三詣道といった先行文献における岩上王子に関する記述に疑問を抱いた。西の疑問は、それらの文献の記述と中記といった古い文献の記述とが不整合であることから気づかれたもので、それだけでなく、国土地理院の25000分1地形図にも誤りがあることを指摘した。中記の記述や地元住民の証言をもとに、西は熊瀬川を渡って、わらじ峠を越え、岩上峠の登り口に至る、三詣道が本来通っていたルートを発見した。岩上王子の調査は、前後3回にわたり、3回目の調査で、貴族風土記の記述と合致する地形の場所を発見した。遠崎は、熊野山経道に沿って偏在した99王寺をしっかり調査したものであり、正事地名、地形、伝承、各種文献資料を総合し、規定値を具体的に求めたものである。地理学者の寺西貞弘は、熊野史研究における地域史研究の蓄積の重要性を強調する文脈において、西の遠崎を熊野山経道を総覧する出版物と形容している。西の業績は、今日の熊野地域史研究の前史として位置づけられるものであり、忘れられた99王寺や古道の否定を実地調査に基づいて行ったのは、西の功績である。ありがとうございます。